あっという間だったな。俺の手もだいぶ良くなったし、明日にはまた調理の仕事に取り掛かれそうだ。今まで本当にご苦労だったな。最後の一日も無事平穏に過ぎるといいんだが。お前がそう言うとまたなんか起こりそうな気がするぞ。ふう、何事もなく夜になったな。特にトラブルも起きなかったし。そっか、オイラたちもすっかり板についたってことだよな。初めて仕事した時なんか塩加減とか辛さの調節を覚えるのに半日もかかってたし、今なら何が起きても朝飯前だぜ。もうこんな時間だし、お客さんも来ないだろ。いや、そうだ、初日にリネたちが来た時もこんな時間だったような。旅人とパイモン久しぶり。アンバー、それにエウルアとミカ、こんな遅くにご飯を食べに来たのか。先ほど招待の護衛任務が終わったばかりで、石門へと戻る途中なんです。もともとはレーションを食べながら移動を続けるつもりだったんですが、エウルア隊長が長いことリーウェ料理を口にしていないとのことで、この旅館で食事ができないかなと思い立ち寄ってみたんです。エウルアがそんなこと言ったのか。うん、任務の最中ずっとレーションばかりで、たまたま口直しがしたくなっただけよ。何、いけないの？注文って、待ちなさい。どうして君が接客を。今旅人はこの旅館の腕利きシェフなんだぜ。お前らタイミングが良かったな。ここで作る最後の料理にちょうど間に合ったんだぞ。そうなの。じゃあエウルアが提案してくれなかったら旅人の料理を逃してたってこと。じゃあ何を頼もうかな。あ、私リーウェ料理ってあんまり覚えてないんだよね。ミカとエウルアは何か食べたいものある？栄誉騎士先輩の料理を味わえるなら、僕にとっては学びの絶好のチャンスです。どんなメニューだって構いませんよ。私も何でも構わないわ。食事を済ませて先を急がないといけないしね。お前が提案したんだろ。それなのに何でも構わないって。じゃあアンバー、お前が何でも好きに注文してくれよ。じゃあ私も何でも構わないかな。ボカーン。